皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、クールのトリガー実況プレイのパート30やっていきます。ドラゴンクエスト11が発売してからというもの久しぶりの撮影でございます。そうですね、クロノも復活させまして、まあ言うね、ラボスとの決着をつけようというところまでやってきてはいるんですけれども、今のね我々の戦闘力では、ラボスには到底及ばないという可能性が高いため、とりあえずね各地を巡りまして、各キャラクターの最強の装備だったり、あともう少しねレベルを上げたり技を覚えさせたり、そういったことをやっていってる途中でございます。前回は、まあビネガーの館で魔王の最強の装備とかをね回収したり、サンオブサンという敵と戦って太陽石を入手して、これまたルッカの最強の装備を手に入れたりといったことをやっておきました。で今回攻略していくのがこちら、未来の時代にあるジェノサイドーム。ロボとかなり関わりのある場所なので、ロボを先頭にして、進めていきたいと思います。さて、私の心に勝手に押し入ろうとしているのはどなた？まあお帰りなさい R66Y。 いいえ、プロメテス。あら、後ろは生き物？生き物が来るなんて随分久しぶりね。歓迎しますわ。さあどうぞ中へ。何の声だ、怪しいな。それではあなたたちの性能を見せていただきましょう。嫌な気がするな、性能とか。やってやろうじゃない。ではまあ回復力は一応ロボがね、ヒールビームできるんで、それでどうにかしようと思います。よっしゃ、いい技ポイント稼ぎになりますね。さあこれで仕留めろ。よし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 、4連戦目くらいかな。よっと、だんだんダメージも蓄積してきましたね。まあまだいけるでしょう。ダークミスト、死に技を覚えました。これこっち回復してもね、
よし。人間にしてはやりますね。私のところにたどり着くのを楽しみにしていますよ。ということです。どうしようかな。黒のもう技全部覚えちゃってっかな。たまにはパーティーから外そうかな。アレイズの表記がねえ、ルッカもフレアの表記がねえ。大丈夫だよね、バグってねえこれ。まあいいか。さてどうしたらいいもんか。あいつがじゃ足りねえだろうな。いやでも魔力は黒のより上のはず。うん、威力はちょっと負けてますけど十分倒せますね。今から300年昔、ラボスの大災害が起こり、この星は大きく変わりました。このまま行けばやがて人間は死に絶えます。絶望という病に心を食べられ、アリスの表記ねえんだけど大丈夫これ。あ、通してもらえない。何か仕掛けを解かないといけないみたいですね。今ネットで軽く調べてみたらですね、アリスとフレアだけは覚えなくなったわけではないみたいなんですけど、ちょっと不具合的なものがねちょっとあるみたいですね。うん、まあある程度適当にこう集めてればそのうち覚えるんじゃないでしょうか。機械知ってるなどする前にちょっといろいろ見ていきます。いつの間にか結構いいダメージを受けてたね。どうすんだっけ。お、来た。
多分こういうことでしょ。よし。で、ぬいぐるみ1個ゲット。アイポーションに5万ゴールド。5万はでかい。何があったっけ。よし、いっぱいできたな。よし。まだなんかしなきゃいけないことがあるんだろうけども、とりあえず進みましょう。なかった。パワーカプセル。もう気づいているかしら。あなたたち人間がいなければこの星は平和なのです。それでもあなたたちは戦うのですか。何のために。生きるためとでも言っておこうか。待って。よしよし。よっ、こう開けました。あとはこのベルトコンベヤーの動きを逆転させたいですね。よし。から頑張って戻りまして、はい、ちょっと回復しとくか。
ちょうど。ハイエーテルにスーパーアイテルで、このロボットを特定の場所まで連れていきます。かかってる、かかんな、よし来い、ちょいちょい引っかかるね。早くしろ。ヘクヘク。もうちょっと前。よっしゃー。守りの帽子。いいね。よし。このぬいぐるみをね、いくつか、集めていかなければならないので。続きね、やって探していきます。よし、セーブポイント。よし、ちょっとこの先でね、長くなってもちょっと困るので、今回はここまでにしておこうと思います。ロボのことを知る、謎の声、このジェノサイドオムニアで一体何人が隠されているのか、それはまた次回やっていきたいと思います。はい、ではクロントリガー実況プレイのパート30、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。おっと。